レンドリース法、レンドリース法、レンドリース法、または武器対応法は、アメリカ合衆国が1941年から1945年にかけて、イギリス、ソビエト連邦、ソ連、中国、小介石国民党政府、フランスや、その他の連合国に対して、イギリスの場合は、ニューファンドランド、バミューノダ諸島、 イギリス領西インド諸島の基地を提供することと引き換えに膨大な量の軍需物資を供給するプログラムのことである。1939年9月の第二次世界大戦勃発から18ヶ月後の1941年3月から開始された。総額501億 US ドル2007年の価値に換算してほぼ7000億ドルの物資が供給され、 そのうち314億ドルがイギリスへ、113億ドルがソビエト連邦へ、32億ドルがフランスへ、16億ドルが中国へ提供された。逆レンドリース、リバースレンドリースは航空基地を提供するなどアメリカに対するサービスで構成されている。額にして78億ドル相当で、そのうち68億ドルはイギリスと、 イギリス連邦諸によって提供された。これとは別に、返却と破壊に関して規定する協定により、プログラム終了日までに到着した物資については、返済は行われなかった。終了日以降の物資については、イギリスに対して、割引価格の10億7500万ポンドで、アメリカからの長期融資により売却された。カナダも同様のプログラムで47億ドル相当の物資を、 イギリスとソビト連邦に提供したが、代金は支払われなかった。レンドリース法の法案は、1935年に成立した中立法などによるアメリカの孤立主義やにそぐわないものであり、ジャネット・ランキン議員などの反対派もいた。しかし、レンドリースのプログラムは、1941年3月11日のレンドリース法成立によって始まった。この法律は、 アメリカ合衆国大統領に対してその国の防衛が合衆国の防衛にとって重要である大統領が考えるような国に対してあらゆる軍事物資を売却し、譲渡し、交換し、対応し、賃貸し、あるいは処分することを認めるものであった。4月にはこの政策が中国にも適用された。ルーズベルト大統領は1941年10月終わりに イギリスに対する10億ドル相当のレンドリース援助を承認した。それ以前に異なるプログラムとして駆逐艦、基地協定が1940年に実施されていた。これはアメリカにカリブ海とニューファンドランド島の基地使用権を認めることと引き換えにアメリカ海軍の50隻の駆逐艦をイギリス海軍とカナダ海軍に提供するものである。 12月28日には、ルーズベルト大統領が、露偏談話で、民主主義の兵器賞、発言を行い、連合国への支援意図を強調した。当時の共和党下院議員のエバレット・ダークセンは、民主党議員65人が、昼食に出かけている間に決議案を提出することで、レンドリース法案の修正案の通過を確実に、することができた。このため大説は、 1943年6月30日までに、不死で規定された合衆国の防衛に寄与するという部分がもう必要ないという両院一致決議が通過した後は、大統領、または各省庁の長官は、不死の規定を実施する必要はないと規定していた。フランクリン・ルーズベルトは、1941年に、レンドリース管理局、ザ・オフィス・オブ・レンド、 リースアドミニストレーションを設置し、製鉄企業のトップであったエドワード・ステティニアスを長官に指名し、ステティニアスは1943年9月に国務次官に就任し、銀行家のレオティ・クローリー、レオティ・クローリーが管理局長に就任し、続いてクローリーが長官を務める外国経済局の一部となった。ソ連に対するレンドリース援助は通常、 ステキに明日により管理されていた。ハリー・ホープキンス、ハリー・ホープキンスとジョン・ヨーク将軍に指揮されていたルーズベルト政権のソビエト外交委員会、ソビエトプロトコルコミッティは無条件の援助の条項を実施することに好意的であった。1943年まではソ連に対する援助に反対するアメリカ人はほとんどいなかった。レンドリースは 第二次世界大戦において特にアメリカが主衆国が直接参戦せず戦争の重荷が他の諸国イギリス連邦諸国や1941年6月以降のソビエト連邦に全てかかっていた初期には連合国が最終的に勝利する上で重要な要素となった1941年12月の真珠湾攻撃と数軸国による戦線復刻によりアメリカが 対戦に参戦することになっても、1940年から、両洋艦大砲を実施し、大軍閣を行っていたが、新兵を募集し、訓練し、装備を整えて前線へ送り出すという作業はすぐには実施できなかった。1942年を通じて、そして1943年には少し程度が低くなるが、他の連合国諸国が戦闘の正面に立ち続け、 レンドリースによる軍需物資が勝利に重要な貢献をした。1943年から1944年にかけてイギリスの使用した弾薬の4分の1はレンドリースによるものであった。イギリスに対する援助物資のおよそ4分の1が航空機、特に輸送機で、続いて食料、車両、船舶の順であった。ヨーロッパ及び太平洋における アメリカ軍が勢揃いし始めた1943年から1944年以降であっても、レンドリースは継続された。この時期になると、主要な交戦国は、前線で使われる戦闘機や戦車のような兵器については、かなりの部分自給できていたが、このような直接戦闘用の兵器に関しても、レンドリースは有用な支援をし、さらに、レンドリースによる兵站支援。 トラック、ジープ、上陸用集停、そして特にダグラス C-47 輸送機は大きな貢献をした。アイゼンハワーは二次大戦の勝利に貢献した四つの兵器は、バズーカ、ジープ、原子爆弾、C-47 である、ホーシングスワン・ザ・セカンド・ワールド・ウォー、ザ・バズーカ、ザ・ジープ、ザ・アトム・ボム、アンド・ザ・ C-47 グーニー・バードと評した。 援助については、戦争がもたらした経済の歪みを考慮すると、よく理解できる。多くの交戦国は、戦争に本質的ではない物資の生産をかなり削減し、兵器の生産に集中した。これは、必然的に軍及び軍需、産業経済の一部にとって、必要とされる関連した製品の不足を招いた。例えば、ソ連は鉄道輸送に強く依存していたが、 兵器生産に必死であったため、戦争の全期間を通じて、たったの92両の機関車しか生産できなかった。この点で、アメリカの支援した1981両の機関車の意味が理解できる。同様に、ソビエト空軍は18,700機の航空機を受け取り、これはソビエトの航空機生産の14%、軍用機の19%を占めた。 赤軍の戦車のほとんどはソ連製であったが、アメリカから M3K 戦車、M3 中戦車、M10 駆逐戦車などが対応され、特に M4 中戦車はその性能と信頼性の高さからエリート部隊である新鋭戦車師団、高士団に優先配備された。イギリス、一部カナダ製からはバレンタイン不評戦車、マチルダ不評戦車、 チャーチルフ氷船車などが対応され、特にイランルートで送られてきたものは、自国製戦車の補給が滞った1942年の東部戦線南部で貴重な戦力となった。兵艦も何十万両ものアメリカ製トラックによって支援されており、1945年の時点で赤軍に配備されたトラックのほぼ3分の2はアメリカ製であった。ジープやダッチさん、4トントラック。 スチュードベーカー2.5トントラックは、独祖船において、両陣営が使用した同クラスの輸送車両の中では、最良と言えるものであった。また電話線、アルミニウム、缶詰、スパムや、毛皮のブーツなども、同様に重要で、特に後者の供給は、モスクワの陶器防衛にとって、重要な利点となった。なおレンドリースで供給された兵器は、生産性向上とコスト削減のために、 アメリカ本国仕様よりもデチューン、性能低下や簡略化されたものが多い。例えば M2、M3 ハーフトラックはレンドリース用に装甲板の材質を落として構造を簡素化した仕様の M5、M9 が製造され、M4 抽選車もエンジンの評判の良かった A3 型はアメリカ陸軍に優先供給し他のタイプがレンドリースに回されたが、それでも当時のアメリカの優れた 工業生産技術によりた連合国の同種兵器に比べてはるかに信頼性が高く、おおむね高評価を得ていた。しかし、P-38 戦闘機のようにターボチャージャーを廃止するなどのデチューンによる性能低下が著しく、不採用となった兵器もある。レンドリースは特にヨーロッパ戦線においてアメリカに参戦をもたらす重要な一員となった。 ドイツがアメリカに対して1941年12月11日に宣戦線布告するに際してヒトラーはレンドリースプログラムとそれが連合国の戦争を支援する重要性について研究しているアメリカ政府が予期せず突然1945年9月2日にレンドリースプログラムを打ち切った時点で膨大な物資がイギリスにあるかまたは輸送中であったイギリスは 終戦直後の時期、これらの物資を必要としていた。結果として、米英借款協定が結ばれた。レンドリースの物品はイギリスに1ドルあたり約10セントという底値で売却され、その額は10億7500万ポンドに上った。返済は2%の金利で50年間にわたって行われることになった。8330万ドル。 4250万ポンドの最後の返済の期限は2006年12月31日で、それまでに何回か返しは延期されていた。実際にはその年の最後の営業日である12月29日に返済された。この最後の返済後、イギリスの経済担当副大臣のエド・ボールズは、アメリカの戦時支援に公式に感謝を表した。元々の債務額と返済条件。 クリノベを含むは、イギリス下院の2002年2月28日及び上院の2002年7月8日の議論で確定されている。議事録には以下のように記録されている。ボブス・ピンク、財務大臣に第二次世界大戦中のレンドリース融資で、イギリスが返済すべき未払いの債務がどれくらいあるかについて質問します。ルース・ケリー、それについては以下の通りです。 協定に基づき、融資の返済は1950年に開始され、50年間で毎年1回返済されます。しかしながら、協定では国際的な為替レートの状況やイギリスの外貨準備、金準備の状況の必要に応じて、元金、金利ともに返済を繰り延べすることができます。イギリスはこれまで6回返済を延期してきました。これにより、 これ以上返済の延期のオプションを実施しなければ、アメリカ合衆国政府に対する返済は2006年12月31日に完了する予定です。2001年3月31日現在、アメリカ合衆国から1945年に提供された融資のうち、 元金2億4357万3154ポンド。この日の為替レートで3億4628万7953ドル。紙返済です。政府はこの全額を返済することで1945年の協定の義務を履行するつもりです。同様に上院の2002年7月8日の議事録、ゴードン・キャンベル。この返済は、アメリカ合衆国が弾薬、車両、 食料など、その他の我々が、戦争末期にとても必要としていた物資を供給した、レンドリースの枠組みの一部ですかアンドリュー・マッキントッシュ、レンドリースについては、アメリカが物資を提供した、戦争前期間について私は言及しました。しかしながら、我々の現在の負債は、これとは異なり、1945年12月に、交渉されたものです。 デイビッド・ストッターと、融資の総額が正確にいくらであるか、今までに元金と金利で、いくら返済しているかを教えください。アンドリュー・マッキントッシュ、融資はもともと10億7500万ポンドで、そのうちに億4400万ポンドが未返済です。融資の枠組みは、金利2%となっています。したがって、現在我々は、 この融資に関して支払っている金利より、我々のドル資産からより多くの収益を受け取っています。これは我々にとって、とても有利な融資です。フランクリン・ルーズベルト大統領は、この論争の的となる計画に対して、国民の同意を確実にしようと努め、国民とメディアに対して、この計画は火事を消すために隣人にホースを貸すような、モノデルと説明した。 大統領は、プレス会議で、このような危機に際して私は何をすべきだろうか。私は隣人に対して、お隣さん、このホースは15ドルしました。15ドル払ってくださいとは言わないだろう。私は15ドル払ってもらうのではなく、火事が済んだ後にホースを返してもらえば良いと思うと、述べた。アメリカの対ソ連援助は、以下の5つの期間に分けられる。 レンドリースプログラム開始から1945年9月30日までの間にソ連に対して出荷された軍需物資の合計を以下の表に示す。輸送は北極海の輸送船団ペルシア海路、太平洋ルートで行われた。太平洋ルートはレンドリース援助のおよそ半分が運ばれアメリカ西海岸からソ連極東へ輸送船団でウラジオストクからは シベリア鉄道で運ばれた。お参照。アメリカの参戦後、ソ連の船舶のみがこのルートでは使われ、日本による影響がいくらかあった。アラスカとシベリアを結ぶ航空路はアルシブ、アルシブと呼ばれ、航空機の輸送と旅客輸送に用いられた。逆レンドリース、リバースレンドリース、または相互援助、リシプラクルエードは、 アメリカ合衆国に対する物資やサービスの提供を指す言葉でイギリスのオースチン K2 軍用救急車などの例ある。カナダからはフェアミル対戦用発動規定やデハビランドモスキート邪神偵察機などが提供された。ニュージーランドからは南太平洋においてアメリカ軍へ食料が提供され、またフィジーの南地に飛行場の建設を行った。 1942年から1943年にかけてはニュージーランドに対するレンドリースは逆、レンドリースよりかなり多かったが、1945年から1946年にかけては逆にニュージーランドからの逆レンドリースの方が多くなった。イギリスもまたヨーロッパに展開するアメリカ軍に対して広範な物資の支援を行い、 例えば、アメリカ陸軍航空隊は何百機もの、スーパーマリンスピットファイアの MKV 型、MK5 型を提供されている。ジョージ・レイシー・ヨルダン、USA 会、ウィズ・リチャード・エル、ストークス、フロム、メチャー・ヨルダン・ S ・ダイリス、ジョーダン・少佐は1942年5月から1944年6月まで、ユージャージー州ニューワーク空港とモンタナ州グレート、 ホールズのゴア飛行場でソ連に対するレンドリースの連絡調整係を務めていた。ソ連に対する物資と情報は直接戦争に資するものではなく、むしろ核開発と戦後のソ連経済の再建にかなり関連するものであったということから、彼の経験と記録が1949年12月と1950年3月の会における弔問の焦点となった。例として、 冗談少佐とレンドリースに関する議論として、ラモアスタイン、ヘルベルトエリック・ブレインデル、ザ・ベノナ・シークリッツ、エクスポシング・ソビエト・エスピオナージ・アメリカ・エス、トレイターズ、ワシントン、D ・ C ・レグナリー2000、ISBN0 から895262754を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。